招き草は、しそか招き草族の多年草。別名は山木瀬渡。踊り子相続に分類されることもある。日本の固有種。本州、四国、九州に分布し、産地の木陰に生育する。茎の断面は四角で、高さが四十から七十センチメートル。地下茎は細い。葉はまばらに耐性し、下部の葉は心形、中央部の葉は三角状甲乱形。 またはやや円形、上部の葉は乱形、長さ3から7センチメートル、幅2から6.5センチメートルで荒くて大きな、のこぎり葉がある。花器は8から9月、溶液に1から3個の花をつける。花の長さは1.8から2センチメートル、暗光紫色で、円は白い、果敢の下唇は三列す,する。和名は花を、招き猫の手に見立てたことに由来する。 日本では環境省によりレッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。森林の伐採、林道工事、ダム建設、自然繊維、園芸目的の採集などにより減少傾向にある。純絶滅器具また以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。北九州国定公園などの指定植物であり採集は禁止されている。マネキグサ属は、ヒソカの一族、 以下の種が含まれている。日本には本種のみを算する。ただし、この種は長く踊り子相続に所属させられてきた。その場合の学名は以下の通り。ありがとうございます。